この試合はザ・キリ3分3ラウンドで行われます。さあいよいよオープニングマッチ第1試合が始まります。フェザー級 57.5 キロ3分3ラウンドの一戦ということになります。まあ、オープニングマッチとオープニングファイトということになりますから、これから上位本戦を狙っていこうという若い選手たちが登場してくるということになるんですが、梅井さん、フェザー級の選手たちということになりますね。そうですね、まあ、若い選手今実力あって技術も高いんで、はいはい、まあ、ちょっと緊張してみたいと思います。はい、長松選手が178センチ、そして野村優斗選手が175センチということで、これ階級的に見てもちょっと身長的には高い選手たちかなり高いと思います、はい、果たしてどんなデビュー戦を飾るということになるんでしょうか。アキさん、ともにデビュー戦、これどういう気持ちで選手たちは登っていると思われますか。そうですね、デビュー戦でこんだけでかい、ね、会場でやれるのも、もうワクワクでしかないんじゃないでしょうかね。いや、そうですね、はい、さあ第1ラウンドが始まりました。3分3ラウンドでの一戦ということになります。黒いトランクス、赤いグローブが長松慎之助21歳、そして白いトランクス、青いグローブが野村優斗、あ、失礼、長松が青いグローブ、そして赤いグローブが野村優斗ということになります。初回からこんなに大きい会場だと緊張とかはしないんですかね。いや、そのあたり梅選手どうですか。あ、でも逆にでかい会場やし、なんか練習みたいな感じで楽しめるんじゃないですかね。なんか、はい、まあ、そういう雰囲気をしっかりとこう楽しめるという選手が、まあ、当然肝も据わっていくということになりますよね。はい、デビュー戦でもあれですね、レベル高いんじゃないですか。2人とも早いですね。早いですね。フェザー級の一戦ということになります。これがデビュー戦になります。野村対長松、赤コーナーが野村、そして青コーナーが長松です。あ、ここは左を出していきました。サウスポースタイルの野村、そしてオーソドックススタイルの長松ということになります。2人とも結構1ラウンド目なのに飛ばしますね。そうですね、はい、第1ラウンドから打撃の届く距離での戦いをお互いに演じています。右ストレートが入っていきました。長松、ああ、そして蹴り合う。いや、第1ラウンドから激しくいっています。これ秋さん、ともに積極的ですね。積極的ですね、本当にデビュー戦と思えないほどお互いでも冷静にしっかり相手の攻撃見て、ちゃんと見ながら、はい、あ、おっと、ここはダウン、はい、スリップですね。ノア選手ボディの蹴りですね。そうですね、はい、先ほどからいいインドルが入っています。赤、青コーナーの長松です。はい、まあ、当然梅選手デビュー戦ということで硬さという部分もあるかと思われたんですけれども、どんどんいってますね。そうですね、ここはお互いにこう抱き合うような形になりました。一旦レフリーが割って入ります。さあ、第1ラウンドも早くも1分を切りました。長松選手はどんどん削っていきたいですよね。今先ほどからいい蹴り出てますよね。はい、そうですね、本当デビュー戦と思えないけど、チラシとかもちゃんとできてるんで、レベル高いですね。まあ、パンチだけではなく、しっかりと蹴りも混ぜてお互いにアキさんこう戦っていますよね。さあ、残り時間がだんだんと第1ラウンド少なくなってきました。ここはいいハイキックを出していきます。長松です。野村も、もらいながらもどんどん前に出ていきます。さあ、残り時間が第1ラウンド少なくなってきました。野村選手のサウスポーなんですね。そうですね、はい、野村の方が左のグローブを引いているサウスポーということになります。さあ、改めて放送席ご紹介しましょう。現在オープニングファイトの第1試合が行われています。放送席は先週のライズ100-56で、ライズフェザー級チャンピオンに輝きました梅井大成選手、そして、女子キック界の姉御グレイシア・アキさん、さらにはセクシーすぎる薬剤師福井セリナさん、お三方と、お伝えしてまいります。お三方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、第1ラウンドが終わりましたが、梅井選手はこの2人のこのデビュー戦どういう風に感じましたか。そうですね、まあ、デビュー戦なんですけども、2人ともやっぱアマチュアの実績もしっかりあるんでレベルは高いですね。はい、アキさんいかがでしょう。そうですね、本当にお互いにちゃんと相手の攻撃見てちゃんと攻防できているので素晴らしいと思います。さあ、ということで本当に
福井さん、硬さみたいなものっていうのは感じられないですね。いや、全く感じないですね。すごくリズミカルですし、さっきから蹴りもね、かなりお互い重いのが入ってるので。そうですね、さっきスリップでしたけど、結構ダメージも食らってるような感じもしましたしね。はい、第1ラウンドから激しい打撃の打ち合いということになりました。両選手の戦い、おっと、ここはいいパンチが入った。青コーナーの長松です。長松選手の膝蹴りもいいですね。そしてこのミドル、長松が前に出ていってミドルを出していきました。野村も蹴りを返しています。ここは左から右に入っていきます。野村が前に出ていきました。175センチの赤コーナーの野村、そして178センチが青コーナーの長松です。ここも蹴り合い。この膝はどうなんですかね。後からこうじわじわ効いてきたりするもんですか。後から来ますね、まあ、タイミングさえ良ければ、本当にその場でも効いてすぐ効いてしまう状態ではあると思うんですけど、サウスポー対オーソドックスなので、野村選手サウスポーなので、左をどんどん出していった方が、サウスポーの、セオリー的な戦い方なんですけど、長松選手がちゃんとサウスポー対策できているのかなっていう状態で、右の蹴りとかがやっぱり多いので、はい、それがミドルキークがすごくタイミングがよく当たっていたりとかするので、そこはお互いになんか上手だなと思います。そしてこの画面の左側に出ていますアタックカウンターですけれども、両選手のラウンドごとの攻撃数をリアルタイムで表示していくものということになっています。ライブのオフィシャルではなくアベマ独自のカウント法となっております。あくまで有効打ではなく打撃数を計上するというものなので、判定とは関係ないものとしてお楽しみいただければと思います。さあ、第2ラウンドも早くも残り1分になろうというところです。いや、ここまでは本当に梅井選手、こう蹴りだけとかパンチだけというわけではなく、二段蹴り前に出ていきます。野村です。ああ、ここで仕掛けちゃう、ランナー捉えていく。野村が浮かせていきました。いや、梅井選手、今のラッシュどうですか。いや、今のは良かったと思います。はい、畳みかけすごかったですね、今ね。一気に前に出ていきました。ここ今行きたいですね。第2ラウンドで相手からダウンを奪いました野村。そしてそのまま一気に前に出ていくか。まあ、蹴りから入ってこうパチラッシュというのも相手にかなりダメージ与えましたね。そうですね。ここは冷静に今度は左から打っていく。後ろに下がっていく。ここ行きたいです ね、 ね、今こうちょっと耐えてる感じですよね。はい、このラウンドダウンを奪われました長松。そして回し蹴り、画面を捉えていく。これもパンチが取れた。ここでちょっと大振りになりたくないですね。ちょっとコンパクトに。ただ第2ラウンド時間がなくなってきました。前に出ていく野村。ここで第2ラウンド終了。いや、このラウンドダウンが生まれました。いや、梅井選手かなりダッシュいい形で入りましたね。 そうですね。長松選手がちょっと優先に進めてるかなと思ったんですけど、はいはい、まあ、一発でちょっと展開変わっちゃいましたね。そうですね、はい、この前に二段蹴りなども見せまして、こう攻撃の多彩さも見せてきた野村でしたが、いい形での打撃になったんじゃないですか、さん。いやー、こんなね、デビュー戦で見れるとは、かっこいいですよね。すごいですよね。アグレッシブさが本当すごくて、もうここで一発ね、勝ち星を上げたらどんどん ね、 ね、次につながると思うので。いや、デビュー戦ですから、これは何戦戦っても残っていくわけですよね。非常に激しい第2ラウンドということになりました。デビュー戦ってやっぱり記憶に残りますか。残りますね。そうですね、残りますね。さあ、第3ラウンド最終ラウンドを迎えました。赤コーナーが野村優斗、そして青コーナーが長松慎之介です。ここはミドルを出していきました長松。ああと、これ梅井選手、長松もいい打撃与えてるんですけどね。そうですね、ただ野村選手結構疲れてると思うんで、はいはい、今長松選手はどんどん削ってきた膝とかが効いてくると思うんで、まあ、このラウンドを取り返したいです、はい、あ、膝嫌ですね。膝が顔面を捉えていきました。長松がこのラウンド押し返った。左ストレート、野村が顔面を捉えていきました。長松
選手が首を取りに行くときに空いた隙を野村選手が、ね、左に刺しましたね。そうですね、見逃さなかったですね。いや、上井選手綺麗に左入りましたね。そうですね、やっぱ爆発力があってすごい倒れるパンチ打つんで、まあ、うまく当てて素晴らしいと思います。はい、バックボーンがテコンドーという永松慎之助、ただこの試合は左ストレートで試合を決めたということになりました。目標はライズフェザー級チャンピオンという話もしている永松ですから、まあ、梅選手はこう追われる立場ということになりますね。そうですね、まあ、ちょっと、ね、これからがどんどん上がってくると思うんで、はい、まあ、早いうちに、はい、こういう選手は潰しとかないと第3ラウンド35秒での KO ということになりました。いや、ただ秋さん、デビュー戦、はい、本当にいい形での勝ち星じゃないですか。そうですね、本当にバランスいいですよね。蹴りもできるし、はい、パンチもできるし、ちゃんと相手の、ね、攻撃もちゃんと見えているので、これから、ね、本当どんどん、ね、頑張ってもらいたいですね。そうですね、本日のオープニングファイト第1試合、野村優斗対永松慎之助、第3ラウンド野村優斗が KO を飾っています。